コパラ。And why is my camera? しかしろ。子供を頼み。安心しろ、俺は奴らとは関係ないんだ。こっから逃げるんだ。その子を渡せ。大島、アイナちゃんってもっちょ。やめろ。いかんな、죽게내버려줘。何の罪もねえ子死なせちゃいけねえだろ。それからもう20年以上経つのか。ハンジョギアニア、ネガチュウとジョージ君よもね。ジゴバラ。Go to bed, Mia. I'm not taking you.騒ぎ上がって、そんなことで俺たちがビビるとでも思ってんのか。待て。てめえらだ。この辺りの店荒らし回ってる中国系のチンピラっての。知ってるのなら話が早い。店の金全部出せ。てめえらに渡す金なんかね、力ずくで奪うんなら俺を倒してからにしな。度胸ある日本人ね。てめえらよそもんにこの町を好き勝手させるわけにはいかねえんだよ。 Looks like one of my lenses not working。 さすが店長、すごいっすね。物騒になってきやがった。また一年前のようなとんでもない事件が起きるんすかね。そうなってもらいたくねえんだが、キリュウさんがいてくれりゃ。おやさん、スターダストの前で揉め事があったそうです。相手は関西もんか。いや、たちの悪い外国人だそうです。そうか。若いもんに様子見させますか。放っておけ。しかし
近頃わけのわからん連中。放っておけと言ってんだろ。はい。何が発端で戦争の火種になるかわからねえ。関西は本気で関東進出を。近江四天王の一人だった寺田がこっちのトップになったんだ。向こうからすれば面白くはねえ。下手すりゃ東と西の全面戦争になるかもしれない。今はその時期じゃねえ。若いやつにきつく言っておけ。勝手に跳ねるんじゃねえと。はい。こっちから仕掛けるか待ち受けるか。お前ならどうする？あれから二十数年。Stop me, a girl。俺たちはこの時を待ってた。わしにはあんたらの過去などどうでもいい。早いとこ派手にドカンと花火打ち上げてくださいよ。そう焦るな。俺は闇に葬られた仲間の恨みなんだ。俺たちは待っていたんだ。復讐の時を。ただひたすら待っていたんだ。お前のこと知ったこっちゃないわ。余計なおしゃべりしとって盗み聞きされたりしてはりませんでしょうな。問題ない。私はこの道のプロだ。盗聴することはあってもされることはない。まあいい。これだけは言うとくわ。しとあんたらは仲間やない。カムロ町日の海に住む目的が一緒なだけや。ことが終わったら赤の谷分かっとるな。ああ、まあ、期待していてくれ。火の海にするだけじゃ物足りない。それだけじゃ無駄死にしていった連中は無駄しない。Stop. Yeah, go to bed. Go to sleep. Kazuma, I wanted to meet you. That dream.けじめくらい俺につけさせる。やめろ、やめるんだ錦木。錦木。夢か。どうしたの？怖い顔して。なんだ、遥かか。どこ行ってたんだ？どうしたその花束。お墓参りに行くって言ってたでしょ。ああ、そうだったな。おじさん、お腹すいた？すぐに朝ごはん作るね。ああ、俺も手伝うよ。いいって、私一人でできるから。この一年で上達したんだからね。そうだったな。Yeah, go to sleep.大切な人間を失った。
今思えば11年前のあの時から俺たちの運命が決まっていたのかもしれない。俺がまだ東条会の二次団体堂島組にいた頃、俺には家族といえる仲間が3人いた。一人は同じ孤児院で育った親友、錦山明。もう一人は孤児だった俺を育ててくれた親さん、風間慎太郎。そしてもう一人は子供の頃から愛し続けた女、由美だった。両親がいなかった俺にとってその3人はこの世で唯一の家族といえる存在だった。だが紹介の大幹部を、俺の目の前には屍になった堂島組長の姿があった。原因は堂島組長が由美に手を出したことだった。おい、しっかりしろ。錦、由美を連れて逃げろ。お前は行け。錦、由美を頼む。キリュウは行け。かけがえのない二人を守るため動くな。俺は覚悟を決めた。いや、go to sleep。 始め。刑期は10年。服役した俺には組織からの波紋状と由美が失踪したという知らせが届けられた。親殺しの汚名、組織から見放された俺は自分を見失いそうになった。だがそんな俺を忘れないでいてくれる人間がいた。おやっさん、風間のおやっさんだ。出所した俺は風間のおやさんに会うため、そして何よりも服役中の10年間に起こったことを確かめるためカムロ町へと戻ってきた。そんな俺を待ち受けていたのは、直系組長の皆さんがいるこの場で3代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億、盗まれたってのは本当ですか？表現したかつての親友と消えた100億を狙う屈強な男たちだった。おやつ、突如登場会に起こった跡目争い、次第に俺は事件に巻き込まれていく。俺は風間のおやっさんの言葉を信じ、事件と関係するという行方不明の由美を探す。だが そこで出会ったのは一人の少女だった。
女の名はハルカ。まだ9歳の女の子だった。ハルカは母親を探すためたった一人で町へとやってきていた。単なる偶然の出会い。だがそんな少女と俺には一つの共通点があった。お前どうするんだこれから。私にはお母さんと弓お姉ちゃんだけだから。弓？母親を探す少女は俺が探す弓を知っていた。俺は遥との運命を感じつつ彼女と共に事件を追いかけることとなった。お母さんからってこれをくれた。だがわしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。突如ハルカは100億の鍵を握る少女として組織から追われることとなってしまう。狙われ続ける毎日。俺はハルカを守りながらユミと100億の行方を追った。そろそろ来ると思ってたよ。そんな時俺たちの前に一人の刑事が姿を現す。伊達誠、元捜査一課刑事。11年前俺を取り調べたことがきっかけで人生を曲げた刑事は失ったキャリアを取り戻すため捜査の協力を要請してきた。義龍、俺は今三代目の世良の殺しを追ってる。手かで。事件を追う元極道と現職の刑事。ハルカ、クソ。不思議な縁で組むことになった俺たちの間には次第に友情が生まれ始める。しかし桐生一馬、誘拐の現行犯として逮捕する。捜査一課課長須藤にマークされた俺たちは行き場を失ってしまう。伊達さん。ああ、遅くなって悪かったな。あんた、こんなことしたら。逃げるぞ、桐生。警察との板挟みになった伊達さんは、俺たちのために警察を捨てた。Yeah, go to bed. 事件の謎に迫る俺たちの目の前には Go to sleep. 様々な人間が立ちはだかった。100億と跡目を狙う東上界の大幹部島野太。やっと会えたな、キリュウ。そしてその島野組の若頭を務める男、真島五郎。よお、キリュウちゃん、探したで。歴戦の修羅場をくぐり抜けた者たちとの戦いは壮絶を極めようとしていた。そして10年前死んだ堂島宗平の妻弥生。堂島をやったのはお前なのかい。彼女の一言は俺に重くのしかかった。だがそんな俺にも利害を超えた協力者が現れた。ホストクラブスターダストのオーナー和樹、そしてホストの優也、大海連合の寺田。風間のおやさんに導かれた出会いは俺に勇気を与えてくれた。そして彼との出会いが俺と遥を事件の真相へと近づけさせた。桐生一馬、出所早々派手にやってるみたいだな。通称才能花屋。神室町の地下に根付く伝説の情報屋。出るぞ桐生、セレナの映像だ。花屋の情報を得た俺たちは事件を陰で操る男の存在を知ることとなる。花屋によるとこいつは政府の地下にいるものじゃないかってこと。
ことでな。その線で調べてたら出てきたんだ。内閣府の地下組織 MIA ってのは、搭乗会から消えた100億。 The heck, Mia girl。 それは一人の政治家が関係していた。神宮恭平。消えた100億はこの男が搭乗会に預けた資金だった。金を生み出すために搭乗会を利用し続けていた神宮。100億強奪はそんな神宮から搭乗会を守ろうとした人間たちによるものだった。その犯人はカズマ。金を盗んだのは弓と俺のセラなんだ。ついにたどり着いた事件の真相だが、ハルカ、おやすさん。島野から命がけでハルカを守った風間のおやすさん。風間さん、おやす。事件のすべてを俺に告げると。許してくれ、カズマ。お前の親を殺したのは俺なんだ。いいんだ、いいんだ、おやつ。俺たち、おやつさんが本当の、本当の親父でした。隠し続けていた俺の秘密の過去を明かし、この世を去っていった。いや、ストップ、ガール。全ての真相を知った俺は、ハルカと共に100億が眠る地、ミレニアムタワーへと向かった。そこにはユミが待っていた。そしてハルカが探していた母親は、よかった、ユミだった。帰りなさい。親子としての再会だが、その束の間の幸せが長くは続かなかった。なんだ。やってきたのは100億を取り戻しに来た神宮恭平だった。神宮は搭乗会に見切りをつけ、関西の組織近江連合と手を組むことで日本の裏社会と表社会を牛耳る計画を立てていた。神宮は風間のおやすさんの協力者だった近江連合本部長寺田を罠にはめ、俺たちの前へ立ちはだかった。だが、な、何、指。もうこれであなたは私を撃てない。これが爆発すれば店の中にある100億も一緒に消えてなくなる。弓の命がけの勇気とおやすさんから受け継いだ意志を胸に、俺は搭乗会4代目桐生一馬だ。俺たちは神宮を打ち破ることができた。しかし、全てが終わったと思われた時、そこに現れたのは。終わったか。これでようやく落ち着けるな。錦、10年という時を経て変わってしまった俺たちは、戦い合うしかなかった。そして最後に俺とハルカを救ってくれた。
様のおやっさん、ユミ、そして錦屋、全ての友を失った俺は生きる希望をなくしていた。ふざけるな。お前の戦いはまだ終わってねえはずだ。かけがえのねえものを守り続けろ。逃げるんじゃねえ。そんな俺を救い出してくれたのは伊達さんと遥だった。俺は登場会の後目を同じ風間のおやっさんの意志を継ぐ男寺田へと託し、登場会と別れを告げた。そして遥と生きていくことを決めた。ここからはわし一人で。しかし関西の連中に待ち伏せされていたら。ここは人の魂が安らかに眠っとるところや。そこを血で染めるような下品な真似はせんやろ。しかし柏木の頭から保護に抜かりはないようにと言われておりますので。一人で差しで話をしたいもんがおるんや。お前らいつでも道具は抜けるようにしとけ。はい。お母さん、はるか買い物に行ったりご飯作ったり、キリュウのおじさんと楽しくやってるから安心してね。おやっさん、どうして自分だけが残っちまったんでしょうか。しかし仇となった今は遥を立派に育て上げるつもりです。四代目寺田、お久しぶりです。一人で来るとは不用心だ。若い者は向こうで待たせてあります。どうしても四代目にだけはお話ししておきたいことがありまして。四代目はよしてくれ。俺はもう仇だ。で、何の話だ。実は近江連合の合田会長と杯を交わそうと思っております。杯？近江連合との全面戦争を避けるにはもはやそれしか方法が。そこまで登場会は追い詰められているのか。1年前のあの事件で東城会の内部はガタガタです。戦争となればまた多くの血が流れ、東城会は近江連合に乗っ取られてしまいます。それだけは何とか避けたいと。お前と合田会長では格が違う。向こうがその話を飲むとは思えんが。十二分に承知しておりますが、しかし、What the hell, Mia? Why can't you just settle down? 登場会の5代目はお前だ。片身の俺が口を挟むことじゃない。先代なら登場会のこの危機をどう乗り越えるか、ご意見をお聞かせください。先代。何の真似だ。寺田藩の首いただきに来たんや。関西の送り込んできた鉄砲玉か。登場会のボディーガードは脇が甘いですな。うちの組員たちの。あとは穴掘って埋めるだけですわ。なんやと。ここは墓地や。運ぶ手間省けてええんとちゃいますか。
はるかと逃げてくれ。しかし、その体に登場界の未来がかかってんだ。俺が相手になってやる。お前らに極道の礼儀ってもんを教えてやるぜ。大丈夫か？かすり傷ですわ。そう思えばこれで永遠です。これを頼みました。寺田、うん、寺田、寺田、寺田さん、しっかりしろ。寺田、No, Terada-san. 残念ですが。病院についてみないと分かりませんが、おそらく出血多量が原因かと。私、しばらくひまわりに行ってる。大切なお仕事があるんでしょ。お仕事が終わったら迎えに来てね。私、東条会五代目寺田幸雄は近江連合五代目郷田会長と兄弟の契りを交わし、これをもって長きにわたる抗争の終結を強く望むものであります。まさかこの書状を関西に持っていくつもりですか？大工、
落ち着け。親の玉を取った相手のところに出かけて行って杯交わしてくださいなんて、笑い話にもなりませんでしょうが。じゃあお前は五代目の仇を討つという。やられたらやり返す、それが極道です。兄弟、あんたが勝手に動いてとばっちり食うのはごめんだ。ケツまくるってのか。Receiving incoming transmission。金が必要なんだよ。金金金って、おめえには極道のメンツがねえのか。お黙り。関西へ行くつもりだね。五代目との約束です、姉さん。この一件、自分に任せてもらえませんか、桐生。あんたも全面戦争は避けるべきだと考えてるんだね。はい。向こうが話を飲むとは思えんが。それも承知の上です。ですが、これは寺田の遺言なんです。下手したら殺されるよ。覚悟はできています。まさか郷田会長と差し違えるつもりじゃないだろうね。相手の出方次第では。あんた、まだ11年前の堂島殺しのことにこだわってるのかい。あれは錦山がやったことだろう。あんたの責任じゃない。錦とはガキの頃から一緒でした。血のつながった兄弟よりも絆は強い。錦の残した借りは自分のものです。止めても無駄だね。すみません。わかった。この件はあんたに預けよう。いや、しかし姉さん、本当ですか。でもそれじゃ近江が考え直すことはできないんですか。桐生は東条会のために命かけるって言ってんだ。文句あるやつは今前に出な。杯の話が決裂したら後戻りはできない。東と西の全面戦争だよ。お前もこれでいいね。はい。ですが一つだけ頼みがあります。行ってごらん。関西に行く前にどうしても会いたい人間がいます。誰だい。堂島大吾です。堂島組長とあなたの息子さんです。どうしてだ。寺田が死に、東条会は柱を失った。今の東条会を立て直せるのは奴を置いて他にはいません。あいつは暴力や権力に絶対に屈しない男です。今の東条会にはそうした男が必要です。遺言代わりってことかい。そう取ってもらって構いません。あんた。ですから関西に行く前にどうしても大吾に会っておきたいんです。よした方がいい。なぜですか。大吾はもう昔のあの子じゃない。何があったんですか。大吾が刑務所に入っていたことは知ってるね。5年前と聞きました。あんたが無所にいた頃の話。あいつは父親の堂島をあんたに殺されたと思って荒れていた。それでバカやらかしてね。バカ。関西に手を出したんだよ。
それで捕まっちまったんだ。服役して今は出所してカムロ町に帰ってきてるが、毎日浴びるように酒飲んじゃバカみたいに遊んで暮らしているよ。あいつは力の入らない人形みたいになっちまったんだ。ま、会ってみればわかるさ。Which Lady Daigo? Where are you, Daigo? Thank you.
Tatsumasa Kintsuki.久しぶりだな。話がある。おお、兄貴に気安く話しかけんな。兄貴、失礼だろうが。あっちへ行ってな。俺はこいつに話がある。兄貴に向かってこいつだと。お前らに用はねえんだ。少しの間席を外して。ふざけるな。席外すのはおめえの方だろうが。ここじゃ店に迷惑がかかる。表いてる。Young Daigo。まだこの町にいたとはね。何が言いて。身の程知らずってことで。言うじゃねえか。でもその口すぐに聞けなくしてやるぜ。やれ。Only five guys? That's not even a warm up. すぐ倒れんじゃねえぞ。これ以上怪我させたくねえ。うるさい。そんなもんちらつかせたら遊びじゃ済まねえぞ。やめろ。お兄貴、お前らがかなう相手じゃねえ。しかしこいつは店に戻ってろ。言う通りにしろ。はい。しつけがなってねえな。やつら射程じゃねえ。兄貴兄貴と言って勝手についてくる連中だ。相変わらず若いやつからの人望はあるんだな。
もう他人とつるむのはごめんだ。搭乗会に戻ってくれ。お前が必要だ。俺にとっちゃ必要のねえ場所だ。ほっといてくれ。話は姉さんから聞いた。そうか。ならなおさらだ。ほっといてくれ。そうはいかない。今は組の存亡がかかってる。搭乗会がどうなろうと俺には関係ねえ。お前は搭乗会に恩があるはずだ。今のお前があるのは組と堂島組長がいたからだろう。あんたにそんなこと言われる義理はねえ。俺はなきゅうりさ、あんただけは信用していたんだ。憧れの存在だった。けど今は違う。親父が殺されてから徐々に国はおかしくなった。今はもう体張るだけの価値はあの国に残っちゃいない。よく分かってるじゃねえか。ああ、お前の言う通り、今の搭乗会にそんな価値はない。幹部連中も金勘定ばかりして、昔の意向はなくなった。でも俺はまだ信じてんだ。何を？風間の親父さんや島根、そしてお前の親父さんがいた頃の強い搭乗会。もう一度あの頃の搭乗会に戻るにはお前が必要なんだ。勝手なこと言いやがった。1年前組をめちゃくちゃにしたのはあんただろうが。そうだ。だから俺はその責任を取りに来た。何しやがる。どうだ、少しは目が覚めたか。変わんねえな。昔っから力ずくでことを動かそうとする。そうした生き方しかできなかったからな。俺も同じだ。力で来るものには力で向かっていくだけだ。Ooh, little boy thinks he has fangs. You're a billion years too young to fight me, little one. Sure you can.
途上界の運命は全てこいつにかかってる。俺は明日関西へ行く。無傷じゃ帰ってこれないかもしれない。だからお前に嘘を任せたいんだ。ふざけんな。自分だけカッコつけてんじゃねえぞ。登場会を頼む。ダメだ、俺も行く。何？俺はな、関西に借りがあるんだよ。借り？5年前罠にはめられたんだ。それ以来俺の人生は曲がっちまった。とにかくその借りを返すなら俺は極道に戻れねえ。大吾、何を言おうが無駄だ。たとえあんたが行かなくても俺は行くぞ。お前、明日駅のホームで待ってる。じゃあな。お前、5年前誰に喧嘩を吹っかけたんだ？近江連合直参、合流会2代目会長合田隆二。今から会いに行く近江連合会長合田陣の息子だ。会長の息子？バカだった。俺はそいつの罠にはまったんだ。罠？ああ。5年前合流会はカムロ町にちょくちょく顔出すようになっていた。狙いは旧道島組か？いや、東城会の幹部だったら誰でもよかったんだ。近江は東城会をつついて関西におびき寄せる腹だった。当時荒れていた俺はまんまと合流会の挑発に乗った。関西に乗り込んだのか？一人でな。合田隆二ってやつと察しの勝負するために関西へ飛んだ。だがそこで待っていたのは殺だ。銃刀法違反でパクられ臭い飯を5年も食う羽目になった。まああんたの10年に比べりゃまだ短い方だがな。俺はその合田隆二ってやつに借りがある。それを始末しねえとは登場会背負って立つなんてできねえんだよ。そうか。言っておくが近江連合ってのは半端じゃねえ。裏でどんな罠仕掛けてるか分からねえ。杯の話用心してかかった方がいいぜ。ああ。桐生さん。ん？い
や。I love this series. Maybe I'll stream all of them again once the third and fourth one come out. Sultan Borita. Well, drop kick. Can I grab this? Have a seat. よろしく頼みます。時間食っちまった。
喧嘩をしてるんだ。待てやこれ。手間取らせやがって。おい。ゼア。Blackmail. いらっしゃいませ。Okay. Oh. Damn, I'm really bad in this game. There you go. Go, 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 go. Left. Oof. Too much. Deep points, at least. Yoshi.
いらっしゃいませ。よし。いらっしゃいませ。Last one. I've got the stupid time to arranging here. Hmph!
Bullshit. おい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。じゃこっちの人やないね。ああ、旅行でこっちへ来たん？いや。じゃあお仕事？まあそんなところだ。おい、おなごの数が少ないやないけ。支配人はどこにおるんや？ちょっと目合わせたらあかん。この辺で有名な薬剤さんなんやって。あ、はい、お呼びでしょうか？関西でわしらのテーブルこないに寂しいする店他にないで。すみません。頭下げる暇あんねやったら色っぽい姉ちゃん業者引っ張ってこんかい。いい加減にせえ。もういい。あ、親分さん、ありがとうございます。親分さん、さすがやわ。貫禄あるな。当たり前やがな。お前さん、この仕事してて親父のこと知らんのかい？未来のフォーミ連合のドン、関西の竜や。覚えときゃ。へえ。どないしました？あ、こいつのせいでか？ちゃうわ。お前今何言うた？は？覚えとらんのかい？え、あ、席外せや。
自分なんか親父さんの前で言うたらあかんことがあるやろ。あ、いや、ええからはよ謝らんかい。すいませんでした。ほら、みっともないで。はよ席座らんかい。人探す気かわしたからなんぼや。2年です。そうか。あの親父で、さっき言うたこと思い出したんかい。え、あ、いや、まあ飲めや。はい、いただきます。これで思い出してやる。はよ言うてみや、これ。関西の竜。関西の竜って言ったんだ。ちょっとあんた。落ち着かねえ店だ。待て、我よくも口にしたの。おめえらがもう一度聞きてえと言ったからだ。人の話盗み聞きしくさってこら。あれだけでかい声で喋られたら嫌でも耳に入るぜ。うら、a bottle didn't even phase him, huh? 踊れなめ腐って大阪湾に沈めたのか。覚悟せや。Oh well, I guess I can get a light workout. すまんことしたわ。うちの若い衆は血の気が多くてのもうお帰りですか。お前らといると酒がまずくなる。あんたは大した男や。気に入った。さっきのお詫びとしておごらせてください。断る。近江合流会のおごりですせ。わしの顔立てたってください。合流会。よし、この店で一番高い酒持ってこい。はい。ほんまにええ度胸しとるわ。うちの組にもあんたほどの男はおりませんわ。関東の方やな。ああ、そうやるな。あ
んたほどの人が関西におったらすぐに噂が広まりますさかい。お近づきの印にお名前教えてもらえまへんやろか。これは失礼。わしは近江連合合流会二代目の合田龍二と申します。龍二合田。合田、近江連合ぐらいはご存知でしょうが、日本で一番有名な大門ですが。でお名前は。名乗るほどのものじゃない。わしもこうして腹割って話しとるんです。名前ぐらい教えてもろてもええやないですか。桐生カズマだ。道島の龍、東条会の桐生カズマさんですか。いや、そんな男は知らねえ。兄さんも人が悪いわ。驚かさんといてください。まあでも本物なわけないわね。本物やったらこんなところで酒飲んでられるわけないわ。どうしてだ。本物やったら今頃するどころやない。石こいて戦争の準備しとるはずや。ああ、そや。せっかくやから教えますわ。さっきわしが切れたわけ。なんだ。わし、関西の龍と呼ばれんのが気に入らんのです。龍はまだい。関西が嫌なんです。龍に関西も堂島もありゃしません。極道の世界で龍と呼ばれる男は一匹でええんですわ。あんたもそう思いますやろ。まあな。あんたとは気が合いますな。これも何かの縁や。ついでにもっとええ話教えさせてもらいます。今夜の12時ちょうど、カムロ中に派手な花火がドカンと一発打ち上がるんですわ。花火。わしが仕掛けた花火です。一世一代の祭りが始まるんや。祭り。その幕開けの花火がカムロ町に上がるんや。そして明日、道島の龍は死ぬ。何。それでわしは本物の龍になる。少し喋りすぎました。まあ桐生さんはごゆるりとくつろいでってください。ああそう、一つ言い忘れましたわ。明日出かけるなら香水の一つでもつけていった方がよろしい。どういう意味だ。あんたの体からプンプン匂うんですわ。血の香りが。桐生一馬さん、ほうな。仕掛けた花、12時。一体何が始まるんだ。I'm going to bed.